井上春近は、広島県広島市東区出身のプロ野球選手。宇右藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。愛称は、アジャ。出生時の体重は、約5200グラムとビッグサイズであった。3歳から野球をはじめ、小学校は、南式野球、ヌクシナヤングウルフクラブ、広島市立副議中学校時には、広島スターズに所属。 ストック高校では1年秋から4番を務め、第88回全国高等学校野球選手権、大会の広島県予選では、準決勝で、吉川光夫、野村雄介、小林聖二らを要する広陵高校を下すが、準優勝に終わった。高校通算31本塁打も甲子園出場は、なし。中央大学に進学後、東都大学野球リーグで活躍し2年秋に打率。 359で、首位打者を獲得、ベストナインに選出される。3年春は、最多打点を叩き出し、ベストナインに選ばれた。また2年春から3年秋までは3シーズン連続で、打率4割を超え、3年秋には5割を記録。この活躍により、第5回世界大学野球選手権大会の代表選手に選出され、3試合に出場。 東都大学野球一部リーグでの通算成績は、88試合出場で、打率。285、本類打9本。二部一期は13試合44打数13安打。本類打3、9打点、打率。295。中央大学卒業後は、日本生命に入社。一年目は主に5番を任され、第38回社会人、野球日本選手権大会では打率。 545と活躍し、指名打者の優秀選手にも選出された。社会人2年目には4番を任されるようになり、都市対抗近畿予選では13打数7アンダー8、打点で打率、538と好成績を残したが、チームは本戦1回戦の対三菱日立、パワーシステムズ戦で敗退した。中国の天津で開催された2013年と、 アジア競技大会では、日本代表に選出、打線の中軸として、主に5番を任された。決勝戦の対韓国戦では3安打を打ち、全7試合に出場して打率、429を記録して、日本の金メダル獲得に貢献する活躍を見せた。第39回社会人、野球日本選手権大会では1回戦の対、セガサミー戦で、 内野安打を含む4打数に安打1打点、2回戦、JFE 東日本戦で、宇宙間への本塁打や、敵地打を打つなどの活躍も見せたが、チームは敗戦した。2013年度社会人野球表彰では、一類主部門のベストナインに、選出、19試合出場25打点の成績で、最多打点賞を受賞、大阪府野球連盟ベストナインにも一類主部門で、 選出された。2013年のドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから5位指名され、11月25日に大阪市内の日本生命にて仮契約を結び、とにかく日本一になりたいです。そのために1年目から一軍戦力として活躍して、日本一に貢献したいですと抱負を語った。契約金5000万円、年俸1200万円、背番号は44。 2014年、ドラフト時に、交渉1 1 0ラムとしていた体重が、入量時には1 1 5ラムになっていた。これは1年目の元中日、中田良二と並ぶ、日本人選手の最重量である。2月12日、キャンプ5発の紅白戦において、白組の4番一塁として、スタメン出場し、3打数に安打2打点のデビュー。7回に、 宇宙間へ打った打球が守備の乱れで返球が遅れ、井上曰くフェンスのある球場では、人生初、同時にプロ初本塁打となる、ランニング本塁打を記録。オープン戦を通じて、好調を維持し、15試合で46打数20安打、打率、435、2本塁打の成績を残し、ドラフト制導入後は、初となる新人でのオープン戦首位打者になった。 3月28日に行われた福岡ソフトバンクホークスとの開幕戦では、球団では毎日時代の1950年、徳良マサル城以来の64年ぶりの新人による開幕4番として指名打者で先発出場。プロ初打席はセッツただしから3頃に終わり、この試合では無安打に終わった。4月4日の対北海道日本ハムファイターズ戦の第2打席に、 左中間へ、適時二塁打を打ち、開幕から12打席目でプロ入り初安打と初打点を記録。4月11日に、本拠地、QVC マリンフィールドの飲食店にて、井上春地下万福丼が発売された。4月12日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、線路2階裏に、塩見高弘から、バックスクリーン直撃のプロ入り初本塁打を記録。しかし、 ここまで19試合で打率、204、1本塁打、6打点と開幕から成績は低迷。出場機会も減少し、5月2日に肉区にへ降格した。7月17日のフレッシュオールスターゲームでは20年ぶりとなる1試合に本塁打など、3安打3打点の活躍で MVP を獲得している。この時に優秀選手賞を受賞した山川穂高と、 奥労鏡も、井上と同じく体重 100kg を超える体格だったことから、重量級3兄弟などと呼ばれ、話題となった。2015年は、開幕前の3月4日に結婚を発表した。開幕鬼軍で迎えると、シーズンを通して、ほとんど鬼軍で過ごし、1軍では5試合の出場にとどまった。2016年は、開幕1軍入りし、 3月25日に行われた北海道日本ハムファイターズとの開幕戦では6番一塁手で先発出場。第1打席に大谷翔平から二塁打を打った。しかしその後は調子を落とし4月25日に一軍登録抹消。5月20日イースタンリーグの対北海道日本ハムファイターズ戦でイースタンリーグ史上8人目となる。 サイクルヒットを達成。イースタンリーグでは規定打席に45不足するも打率342を記録例外規定により首位打者となった。2017年は3月31日に行われたソフトバンクとの開幕戦に7番一塁手として先発出場。開幕15試合は打率291、7打点と好調を維持したが、 その後は調子を落とし、5月5日に登録抹消された。8月1日に再登録されたが、翌日の試合で左膝を痛め、同3日に再び登録抹消となった。9月27日に復帰すると、10月5日の楽天戦では、9回裏西2.3塁から高浜、拓也の代打として登場。プロイリアと初のサヨナラだとなる遊撃への内野安打を打った。 2018年は3月30日に行われた楽天との開幕戦ではルーキーだった2014年以来4年ぶりの開幕4番となる4番一塁手として先発出場を果たした。同日は1安打のみで打点はなくチームは敗れたが翌31日にはプロ入りと初となる2打席連続本塁打を打ち2安打2打点の活躍で新監督の井口忠人一に 初勝利をもたらした。前年まで、春先はモーダを振るうも徐々に調子を落とし、結局シーズンの大半を二軍で過ごす年が多かった、ことから、この日のヒーローインタビューでは、春を脱却します。と宣言した。しかし、5月11日には、角中勝也に4番の座を譲り、交流戦前には打率。235まで落とすなど、5月は月間打率。 208と低迷。6月13日には、返答縁で、登録抹消となった。しかし、同23日に復帰し、同日の埼玉西部ライオンズ戦で、今井達也から、プロイリアと初の満塁本塁打を打つと、翌24日には二塁打を放てば、サイクルヒット達成という第四打席に2打席、連続となる本塁打を打ち、サイクル越えの活躍を見せた。7月は、 月間打率407本塁打23打点の活躍で自身初となる月間 MVP を受賞9月8日の西部戦では1ヶ月ぶりとなる25本塁打を打った日本人打者の20本塁打は球団では2013年の井口以来5年ぶりとなった7月9日からは4番に座り続け最終的に自己最多の133試合に出場 打率292-24本類が99打点と自己最高の成績を残しチーム内では三冠王となった。オフには270%増となる年俸5000万円で契約公開した。2019年は3月29日に行われた楽天との開幕戦に2年連続で4番一塁手として先発出場。しかし、 開幕7試合で打率、043と苦しみ、4月6日に2軍降格、4月23日に1軍復帰すると、同25日の西武戦でシーズン初本塁打を打った。1塁のスタメンを鈴木大地に譲り、自らは指名打者としてスタメン出場することもあったが、コンスタントに本塁打を重ね、8月22日の楽天戦では、 二年連続となる二十号本塁打を打った。ロッテの打者が二年連続二十本塁打を達成したのは2001から2002年のデリック・メイ以来、日本人に限れば1998年から2000年の初芝清以来となった。最終的に129試合に出場し、本塁打は前年と同じ24本であったが、打率252、 65打点は前年の成績を下回った。シーズンオフには TBS の番組ジョブチューンで自身のニックネームアジャの由来となっているアジャコングと共演し本塁打王になることを約束した。2020年は6月19日に行われたソフトバンクとの開幕戦に7番一塁一種で先発。5年連続の開幕スタメンとなった。 6月21日の開幕カード3戦目では、新人のつもりゆうとから満塁本塁打を打ち、中央大学の先輩で、この年からロッテに加入した、美魔学の遺跡後初勝利に貢献するなど、開幕10試合は打率39、393、1本塁打、8打点、出塁率、526と好調を維持。7月28日の楽天戦では、 自身初めての1試合3本塁打を打った。1試合3本塁打は、球団では2013年4月8日の女子ホワイトセル以来7年ぶり、日本人に限ると1990年8月18日の初芝清以来30年ぶりとなった。球団の日本人がマリンスタジアムで1試合3発を打ったのは、史上初。8月7日のオリックス戦では、 左翼席へ15本塁打を打ち、3年連続2桁本塁打を達成。しかし、8月21日のソフトバンク戦で12号本塁打を打って、以降調子を落とし、9月は月間打率、235、0本塁打、11打点と苦しんだ。10月7日のオリックス戦で、約1ヶ月半ぶりの13号本塁打を打ったが、 同6日から同11日の5試合では20打席で11、三振を大きするなど、調子が上がらなかった。その中で迎えた同13日の楽天戦では、自身3度目となるサヨナラを打ち、期待に応えられなくて、どうしても応えたくてと涙を流した。このサヨナラ打で、月間サヨナラ賞、スカパー、ドラマティック、サヨナラ少年館大賞を初受賞した。 しかし、その後も調子は上がらず、10.11月は打率、176、3本類打、8打点と苦しみながら、シーズンを終えた。最終的に113試合に出場し、打率、245、15本類打、67打点の成績を残した。一塁手としては107試合に出場し、リーグで唯一規定試合数の80試合に到達した。 クライマックスシリーズ第一戦には5番一塁一種として出場。6回に同点に追いつかれる痛恨の失策を犯し、翌日の第二戦はスタメンから外れた。恵まれた体格を生かしたパワフルな長打力と広角に打ち分ける技術を兼ね備えており、日本生命時代に磨きをかけた右方向への柔らかさのある打撃は特に評価されている。バットは 重さ9 3 0ム長さ8 7ンチと、プロ野球界でも巨大とされるものを使用している。中央大学時代は、高橋義正監督からのアドバイスもあり三塁手にも挑戦したが、守備の負担増からの打撃不振もあって一塁手に専念。社会人時代は、指名打者で出場することも多かったが、ハンドリングの良いグラブ裁きと、 大柄な体格でもしっかりと動ける守備には定評があった。遠投95メートル、50メートル走6秒8、ベース1周16秒、握力イコール右70キロ、左56キロ、背筋力イコール200キロ。走力が課題で2014年2月、新人合同自主トレのメニューの一つ、強化走、150メートルを30秒以内で5セットの、 メニューを5セットすべてタイムオーバーとなっている。2018.2019年は本塁打を打った後、ロッテのお菓子である乳酸菌ショコラを受け取るパフォーマンスを行っていたが、2020年は勝ち力士の手刀をイメージしたごっちゃしパフォーマンスを行い、本塁打談話では決まり手を言うのがお決まりとなっている。落合博光の打撃スタイルに憧れている。応援歌の原曲は、 やばい T シャツ屋さんのハッピーウェディング前ソング。ありがとうございます。